データ経済評論家常年つかささんです常年さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします えー、過去最多の22人が立候補した東京都知事選挙現職の小池百合子氏が再選を果たしました小池氏獲得した票が366万1371票前,前回ですね前の選挙が2016年のことですこちらの時都知事選で獲得したのがおよそ291万票でしたから大きく上回りましたその他主な候補者が獲得した票元日本弁護士 会長の宇都宮賢治氏が84万4151票令和新選組代表山本太郎氏が65万7277票熊本県の前の副知事小野泰輔氏 六十一万二千五百三十票となっています。小池氏圧勝という結果で終わりましたが、はい。こちらいや。少さんいかがですか。体調が悪いですね。はい。と、それは常年さんの今体調がね。体調が優れないですね。何が起こったんでしょうね。いや。いもうこれね、最大の原因はですね、自民党公明党与党がですね、まあ対立候補立てなかったということで、まあ何のドラマもなくですね、まあ終わってしまったというのはやはり有権者。 関心を、えーえー、まあ現状維持に向けたということじゃないんですかね。はい、はい。あとは、えー、まあちょっとやけっぱちのようなあのちょっとあの人たちも結構出ていて、その人たちもまあ特特許をしているという <laughs>、えー、この傾向から見るとですね。はい。まあやっぱりあのちょっとあの与党が対決を、えー、避けて不先巴したのが、まあ、非常に大きかったのかなと。はい。 思いますけどねまあでもあのまあこの後ねあのゆっくり小池さんについてはやると思うんですけど今日ね一個気になるのがね読売新聞この選挙結果に合わせてですね今日の月曜日の新聞にね「文藝春秋社女帝小池百合子」のでですすねあの本前後段広告が出てまして面白さに震えた「圧巻小説の興奮」と「娘版砂の器」の「 叙情があるか林真理子さんのこの水星文が砂の器が引用されてる砂の器ですよ女版砂の器まだ読んでないですかね皆さんねええ私残念ながらまだ読んでないあそうですかこれ選挙終わった後にこれ読むとうわやってもうたっていう感じがめちゃめちゃゃ私ねかつてねえロバート清崎の金持ち父さん貧乏父さんの時にね2000年ぐらいかな んん読だと思うですけど99年か2000年ぐらい読んだんですけど98年にね私ああのま若くしてですね住宅ローンを組んでマイホームを買ってしまったというこの黒歴史がありましてでその黒歴史を抱えたままですねいやもういいもの買ったと思っていたのにこのロバート清崎の金持ち父さん父さん読んでマイホームは資産じゃないです負債ですって書いてあってええってガーンってやってもうたって思ったんですけどそれと同じ衝撃を皆さん。 ると思いま最近、面もい本いっぱい出るんですよ、サイレント・インベージョンとかね、あれもすごい面白いですけど、このね女帝もねなかなか面白い本なんでね、オーストラリアに忍び寄っていく、忍び寄っていくこのチャイナの恐ろしい影、ねねえとサイレント・インベージョンが7万部だか、もうすぐ10万部いくって言われてますけど、もこの女帝もなんとね20万部、両方ともすごい分厚い本なんですけど、いや日本人は読書好きですね、でも気付くの遅いよって感じですけどね。 10万部全員東京都民だったとしても、はい、今回300万票も取られてますから、はい、366万票そうです いやこれ20万寝返ったとしてもまだ346万票残ってますからいやなかなか厳しいですねでも女帝は面白いです、ぜひお読みただそうまいこと言いました林先生ね娘版砂の器知らん、わしゃ知らんみたいなね最後、シュウがね名演技みたいな感じだと思うんですけどもまあこれぜひね読んでいただくとねあの後悔先に立たずみたいないやもうんみな体調悪くなると思うんで私も体調悪いです、今日本当に。 えー、終わりました本当昨日はですね投開票でツイッター上でも候補者の名前を出せないことから立憲民主党の議員が一斉に「ハッシュタグ宇都宮」をつけて特定の候補をにわせる不自然なツイートを投稿していたことが話題になっています例えばある議員は「みんな明日は「ハッシュタグ宇都宮」について語ろうぜと書き込んでいました、えー、この「ハッシュタグ宇都宮」が出たということなんですがこれいかがですかああののこれね まあ仕掛けた人もよく考えるべきだと思いますよね、はい、あの結果的にはボロ負けでしょ宇都宮さん。 そうです、ね、84万4151票これだけ卑怯なことやって負けたっていう、ええ、そういう悪い記憶が残るんじゃないですかあーー、ええ、まあそれから宇都宮さんといえばね、はい、あのもし都知事になったらね、ええ、都庁の前に慰安婦像と徴用工像を作るとかいうことをね韓国のメディアで話したということで、はい、まあそれがきっかけになってですね府中市の共産党の市議会議員が離党するというような騒ぎまで起こしてるわけですよ、はいええ、でそういうことをですねまあやった人にね,ね人だからこそ、はい、あの正々堂々選挙は戦わない なないといけないとけのに最後こんな卑怯なことしたってことになるあの彼のそのまあ票数以上に、まあ、このスカラールうですよこのあの票数っていうのは、はい、でもこのベクトル的にはですねこいつ卑怯なやつみたいなーーそういうの残すんじゃないですかね篠、えー、宮さん候補者としてこういう卑怯なことやめろって止めるべきだったと思いますけど、えー、まあ相談なく勝手にやったのかもれです、まあ、のそう勝手にやったんでしょうね、うん、まあこれ最初にったは江戸のサですか うん、まあでも一斉にハッシュタグツイートしたってことはなんか、はい、ほらあの例のほら検察庁法案みたいに夜中のデモが好きなノリでトレンドにでも上げようとしたんでしょう、はいえー、まあ非常に卑怯ですよねこういうことやってもねまあこれ落選した候補の支持者が書き込んでいるということのようなんですけどもねまあ選挙に負けると必ず不正選挙とかね有権者アホとか民主主義死んだとかいう書き込みがされますに民主主義何回目の死でしょういやもうそうですね,ね <laughs> 自分が応援している人がね,ねえーこの

あの当選できないとそのたんびに死にますからねこれが結果ですから後悔先に立たずですよねだからやっぱみんなに女帝読んでほしかったんですけどまあ20万部じゃね多勢に無勢だったということですねまあ何よりもやっぱり自民党がねあの対抗馬を立てなかったのが大きいですよね自民党トレンだけでも造反して小野さんとかに乗ってればね全然違ったと思うんですけど小野さんもね悪いとこでああのれですね水害出ちゃいましたからねこれでちょっと票減らした可能性ありますしね でで割れてたりりとかかねねそうすす、ね、まあまら今回山本太郎氏はね、はい、あの国政選挙を狙って自分の票を固めるために出たのではないかというふうなことも言われておりますが、はい、まあ実際のところはよく分かりませんけれども、えー、まあなんかそういうアピールの場になっちゃったかな。 あの都政の未来を考えるというよりはね、えー、あの各、えー、党のですねそれぞれご商売あられるみたいですから、はい、そういう人たちのアピールの場になってしまったようなね、えーえー、まあなんか小池、まあ、さんも含めて全員特定候補みたいな、ね、<laughs> は<ー>なんかそんな感じかなと本当、えーえーね、なんていったって過去最多の22人が立候補してまして、ねえー、まあそれぞれのアピールがありましたネット上で注目を集めていた、えー、トランスヒューマニスト党の後藤輝樹氏。に、はい 2> 2万票獲得となるほど政見放送でおむつ一枚という姿でね国家権力クソくらいと叫んで、ええ、え机に仰向けになる姿 <laughs> ネット上で大いに話題になっていた高校ですけれども。はい 前回おそそ7000秒前回も出馬してるんですよね前回7000秒3倍増ああまあだからもうなんか誰も入れたくないみたいなこれが何をね物語るかっていうことですね投票率でも55%だったんでそうなんだ。すちょうどちょっと下がったそうです4.7倍まあでも思ったよりは高かったですねはい 今朝もあなたの周りの情報を教えてくださいメールはテラ・アットマーク・ JOQR.net ファックスは東京0 3 5 4 0 3一1 1 5 1イッターも受付中です番組のツイッターアカウントはアットマーク・テラ1134ハッシュタグは TERA1134 たくさんのメールファックスつぶやきお待ちしています時刻6時10分です文化放送「おはようテラちゃん活動中」今朝も7時までお送りしていきます では、これまでに入っているニュースをお伝えします。時刻六時十三分です。七月六日月曜日。今朝のコメンテーターは経済評論家、常年司さんです。改めて、常年さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。常念さんに話を聞く。このコーナー行きましょう。ニュース。目覚め焼き。まずはこちら。 読売新聞小池百合子再選2期目の課題東京都知事選挙は現職の小池百合子氏が再選を果たしました小池氏は当選確実の方を受けて報道陣の取材に応じ次の4年間は東京にとって死活的に重要だ緊張感を持ってコロナにしっかり対応していきたいなどと2期目に向けた抱負を語りました 小池市ののの期目の課題についいて、て読売新聞は第2波と東京オリンピックの簡素化を挙げていま,すえまず新型コロナウイルス第2波についてですが小池氏は先週金曜の定例会見で政府が緊急事態宣言を発令した場合地域や業種を限定して再度の休業要請に踏み切ることも検討する考えを示しました。 しかし東京都は休業した事業者への協力金におよそ2000億円を費やすなどすでにコロナ対策だけで1兆円を投入9000億円以上あった財政調整基金もおよそ1割まで減少し財政に余裕はなくなりました。 小池市おととい4日には都民に対して他の県への移動を控えるよう要請しましたが東京都の幹部は感染の抑え込みに失敗すれば知事の政治責任に波及する可能性もあるこういうふうに話しています。まあ、財政にに余裕がなないい中でのコロナ対策ととうことになりましたね 一応ねこの件についてはですね、はいええ、高橋洋一先生が YouTube で解説されてるんですけど、ええ、東京都のね、はい、えバランスシート見るとですね、はい、まあこれ今予算の話をしてるんですけど、ええ、え今までまあ積み上げてきたものね、えー、この貸借対象表の方を見るとですね大体、はい、まあ純資産にああたるる金額がででですすね22兆円ぐらいあるといととうことなんですよその一部をまあ取り崩すことによってねまあだから今回その山本太郎候補かなんかがね、はい、15兆円の発生して、はい、発行してって言ったんですけどまあ発行しようと思えばできない なくもないいなもよというののは高橋先生の、えー、ご意見でした、ええ、まあ15兆円も必要ないかもしれないですけどもう1兆円ぐらいだったら、まあ、国と相談してですね、ええ、都債を引き受けしてもらえば財源は ひねり出せると思う純一さん要は溜め込んだものがあるわけですからそれは多分都民に返さなきゃいけないと思うんでねいつかね今こそ返すタイミングだと思うのであまりその財政規律にこだわらずですねやってもいいんですけどただね一個問題があって都はですね国と違って通貨発行権がないんですよなので文字通り財政破綻する可能性はありますなのでそのまあ純一さんが20日1あるからといってですね100発で全部取り崩しちゃったらこれは大変なことになるのでまあこの辺についてはですね えまあそのちょっとあの総務省とかですね、まあその辺の、地方自治やってる役所と相談しながらということになると思うんですが、まあ少なくともね、あの小池さん、2期目の課題って、まあ今回ね、ニュースタイトルついてますけど、1期目の課題、一つも解決してないわけですから、1期目の課題をまずちゃんとやってもらうことですよねいろいろ、ゼロ、ゼロ、ゼロってのありましまあほとんど都の官僚任せで、ご本人は何もやってない感じですよね、であの票になりそうな時は騒いでみたいな。 まあそれで今回表になりそうな時に、えー、騒いだり騒がなかったりして、まあ、やったわけであとその第2波についてもね、はい、これあの検査件数が4000件ぐらい増えてるんでしょ、はい とだっったののが倍かなてんでですよねそれで陽性率4%のまま変わらずということですからやっぱりこれね冷静にこの数字を見た方がいいと思うんですよ重症者が見つかってんのかとかね ICU はもうね激き込みでもうやばいことになってんのかとかそういうところまで全部見てねこの点については西村大臣言ってること正しいですよ医療リソースの空き状況から言って非常事態宣言を出すような状態にはないっていうことをはっきり言ってますけどあれよく言ったなと思いますけどね今東京都に限っては一線症対策ベッドの数ですね これをだから2000にしたり3000にする準備を始めるとかね、はい、いろいろこの用意の仕方があるようですがね、今見つかってる人、ほとんど若い人で、はい、あの日も66%が20代、30代です,ねですよね、ー感染しそうすると、今、亡くなった方、約1000人のうちね、死亡者のえと年齢中央値って、何歳か知ってます 七十ぐらいですか。八十歳代前半。はい。一千人のうちの五百人以上が八十代なんですよ。はい、なので、えー、し中央値がですね。八十歳代前半。えー、これ、日本の平均余命と何が違うのと、これ、はい、客観データだけ僕は言ってますけど。はい、あの、何が違うのっていうふうに言う人もいます。はい。あまあ、確かにそうですよね。えー、そう考えたときに、若い人がじゃあたくさん見つかりました。 はい、じゃあ緊急事態宣言でですってわけにはいいかなこれも何度も言ってますがご高齢の方と持病を持ってる方がまあ重症化しやすいというかかっても治るとか無,表無症状って人はじゃあうつさないようにどうするか、はい、ということなんで、えー、むしろあの軽症者向けのホテルとかを充実させて、はい、1>, まあ1週間とか2週間そこにいて、まあ、熱下がったり症状なくなればいいんじゃないですかという問題ですよね。はい、でそれを効果的にやっていけばいいだけの話なんでなんかこう機器を利用してね人気取りみたいなのちょっといかがなもんかなと。うん 思いますけどね、えー、はい、えー、そしてもう1つの課題は東京オリンピックの簡素化延期が決まった東京オリンピック・パラリンピックも開催まだあと1年しかない中で簡素化の具体像がまだ決まっていないと、まあ、こういうい問題もある簡素化って言えばなんかみんなに拍手喝采して <laughs> <laughs> もらい,い人みたいなんで、えー、はい、はいはい、続いてはこちら読売新聞熊本豪雨社者22人に。 熊本鹿児島両県を襲った豪雨から一夜明けた昨日熊本県南部で被害が次々と明らかになり死者は合わせて22人になりました、まあ、一部の情報ですと24人というところもありますねえ昨日朝の時点で県内のおよそ50箇所で集落が孤立状態にあります川の氾濫で浸水し14人が心肺停止となった熊村の特別養護老人ホームからは入居していた残りの51人が医療機関に搬送されました 大きな被害となりましたねまたそうですね皆さん漫画日本昔話ご覧になったことあると思うんですけどあれ見るとおじいさんとおばあさん大体山に住んでますよねあれなぜかというと昔こういう治水ができなくてですね川の近く危ないので日本人はみんな平野じゃなくて山に住んでたんですよねだから青梅も昔あの調布村といってですね調布市よりもだいぶ上流に調布村があったんですけどあれ青梅は昔から人住んでるんですなぜかというと山の方なんで川の氾濫とか耐えられる場所なんでねだこれも 日本という国土の宿命みたいなもんなんですよ。だから、えー、まあ、あの、当然治水も必要なんですけれども。はい、まあ、基本的にはこういうね、あの災害が多い、えー、まあ、国土なんだと、だから、それなりの、はい、だから、投資をしないと。 ね災害を抑えるための、なかなかね、こういうね、まあ被害はね、防ぐこと難しいということ。過去の西日本豪雨とか、福岡大分の豪雨とか、いろいろありましたけれども、まあ、その土砂災害でも。あの、以前はそんなところに、こう住宅街がなかったんだけれども、っていうこともあるんですよ。そうなんですよね。そこ、今ね、常念さんがおっしゃった。その通りです。ね昔は人が住んでなかったところに、今人が住んでるところがポイントなんですよね。まあ、治水できるような、って住めるようになったっていう面もあるんですけど、まあ、たまに、その治水が想定外の、ええ、まあ。 うですね、九州、7日にかけて再び大雨になる恐れがあり気象庁警戒を呼びかけています続いてはこちら、日本経済新聞企業の格下げ最多世界で1400社。 企業の借金を返す力が落ちていますえ今年格付けが下がった企業、えー、世界でおよそ1400社と最多のペースです新型コロナウイルス感染拡大を受け中央銀行企業の資金繰りを支援しています資金調達はしやすい状況ですがもともと生き残りが難しい企業まで延命されることで将来の危機が深まる懸念も出ています格付け返済能力を反映します手元資金の確保 をですねすねるため、えー、手元資金を確保するため借入金、膨らむ一方で新型コロナの収束に時間がかかり、えー、返済のですね資金源となる将来の稼ぎの回復が鈍くなっていると、えー、債務返済ができず破綻する企業が増えますと投資家の警戒感が強まって低い格付け企業の社債利回りこれが上昇していきます、まあ、それがさらなる破綻の増加を巻き起こす悪循環につながる懸念もあると。 まあこういう指摘を日経新聞がしてるんですが、龍年さんいかがでしょうか。さすが日経新聞ですね。バカなんだと思いますねこんな記事書いてね。その社債の金利が上がんねえように中央銀行が金出してんじゃん。書いてんじゃん記事の中で。それを防ぐために中央銀行がもう市場空前の金融緩和してんだよ日経新聞。何取材してんだって感じの記事ですね。まあ日経新聞よく読むあれになると言われてますけどね。皆さんあれにならないように気をつけてください。はい。ええまあ心配すぎってことですか。心配すぎっていうかね。だからあのまあ。 これね、実はえっ、ー、と1920年代、はいえー、1923年関東大震災がありまして、はい、で日銀がね震災手形の引き受け点やったんですよね。それは何かというとその震災で手形がもうあのね。 不たになっっててししまよ人日銀が全部資金出引き受けやんですそれね実は震災の影響って結構長かったんで何年も何年もやってたら一体これいつやめるんだとゾンビ企業も生かしてるじゃないかみたいな議論がなんと1920年代もあってそれのその議論のあやで渡辺銀行が倒産しましたという昭和金融競が起こっちゃうんですよ1927年なのでこれねなかなかやめらんないのね一回やり始めたらでもやめろやめろって始まるわけですよちょっと調子よくなると日経新聞みたいなメディアがそういうのの典型的な記事ですね てる場合と今中央銀行がそれをあなたが言ってることを防ぐために頑張ってるのそこ取材してって話なんですけどねもう1920年代から止まってます日本の経済メディアはまあ世界的にでもそんな感じですね経済メディアってねそうなんですそんな感じですよだからまあ今の緊急事態がまだ終わらないうちはですね中央銀行手緩めることもできませんし手緩めないうちはあんまり金利の上昇とか心配するフェーズにはないと思うんですけどすぐにそういうね先のことをねウォーレン・バフェットもこういうことなんか言ってるらしいんで聞くところによるとね 困ったもんだなと思いますねまあこのだから中央銀行が企業の資金繰りを支援してるわけだからまあそれが効かないっていうんだったらねこれはまた問題でしょうけれどもでも中央銀行無限に金すれますからねで最悪これがインフレにつながる可能性はあるんですよ懸念するならそっちですけどでもじゃあ物価統計見てみろとどこにインフレの兆候が現れてるんだとお前の目は不知穴かともう1万時間ぐらい説教したですねはい以上「ニュース目玉焼き」でした 時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済評論家、常年司さんです。この時間、常念さんにはこのテーマで話を聞きます。熊本の豪雨で氾濫発生指摘される川辺川ダム建設中止の影響。 九州付近に梅雨前線が停滞した影響で熊本県、鹿児島県おととい記録的な大雨に見舞われ熊本県南部を流れる球磨川氾濫人吉市、八代市、球磨村などでは冠水、土砂崩れが相次ぎました。これまででににもにはですね22人が死亡を が確認されています。まあ一部の情報ですと二十四人という情報もあります。え九州南部を襲った記録的な大雨、大きな被害出てますね。そうですね。はい、本当にあの被災された方はね、心よりお見舞い申し上げますけれども。はい、いや、これね、<い>あのなんか雨の降り方がちょっと変わってるんですよね。ですね昔はこういうあの形で、その梅雨前線がずっと停滞してね、大、はい、雨を降らすってことはあまりなくて。<い>まあ移動してたみたいなんですけど、はい、ここ数年なんかこの、えー、なんていうんですか、線状、はい、線状降水帯。 これがそのまあね積乱雲が次々と発生して雨降らし続けるっていうのは最近この新技をですね自然の方も繰り出してきてるのでちょっと防ぐ方もですね今までのやり方ではなかなか難しくなってるということではないかなとまあ地球規模でねいろんな気候っていうのは変動してますからね何が原因かというのはいろんな人がいろいろ言いますけれどもまあね一概に温暖化って決めつけるのもなんですけどこういうことは地球の歴史の中では何度かあったことだと思いますのでちょっとあの今までとはちょっと違う 防御の仕方をししないいとこれ厳ですよね先ほど常連さんもおっしゃいましたけれどもね今回もこの球磨川というところがこれ世界日本三大急流の一つの川でして高低差もありますし上流の方は比較的川幅は広いんだけれども下流に行くに従って川幅が狭くなるでも今回球磨村っていうあの老人ホームですね養護老人ホームがま被害を受けましたけれどもこれ中流域なんです。この中流も今回 深さがましたって言うんですよねこれ見てるとねちょうど川が蛇行するところなんですよねはい川がぐにゃっとこう曲がってまた元のこうあの感じ戻るんですけれども、の曲がってるところでまあこの氾濫が起こってしまったということですよねですから先ほどあのジョーさんおっしゃった線上降水帯だとかあとこのところ耳にするバックウォーター現象っていうのがあってえっとあの下流でもうすでに雨がいっぱい降っちゃって上流からの水が流れてかない渋滞するとそうすると中流の 溢れるっていうバックウォーター現象っていうらしいんですけどども本流に支流が入っていけなくなっちゃいましたみたいなまあそういうことが結構あるみたいでこれ、あの私がやってる「ニュース女子」というねあの番組であの治水の専門家の方に出ていただいてお話聞いたことがあるんですけど結局、ね堤防で一部を強化するでしょそうすると強化してないところとか相対的にその強化が弱いところで結局、水持っちゃうらしいんですよ。 はいでねなんかその人言うには一番コスパがいいのはあの一番下流域のその加口ね加口だからまあ掘削して深掘りするのが実はあの意外とコスパがいいよと言ってましたけどそれもでもすぐ埋まっちゃうらしいんで定期的にやらなきゃいけないそうです。ねでバックウォーター防ぐには要はその海にバンバン出るようにしなきゃいけないんですけどただ海にバンバン出るよ下掘っても結局大潮の時とかに重なっちゃうとやっぱあの海からの圧力ありますからやっぱバックウォーターみたいなこと起こるかもしれませんよね。 なかなか難しいですね、静岡ちゃんんで。そして今回熊川が氾濫したことを受けて指摘されているのが川辺川ダムの建設中止の影響です。国は1966年熊川水系の洪水防止のため、九州最大級の川辺川ダムの建設計画を発表しました。まあところがダムで水没する熊川の流域で反対運動が起こり、2008年熊本県の川島知事が建設反対を表明しました。えその翌年2009年政権交代 して間もない民主党政権の前原国土交通大臣が計画中止を表明今回、熊が氾濫したことを受け川辺ダムがあればよかったという声も上がっているということなんですがねまあそういうふうに言いたくなる気持ちもわかりますよね。えー、まあ,あったらどうなったかというのはちょっとわからないんですけれども、ねえー、まあ確かにね、はい、あのないよりはましだったかもしれませんまあただこれ作るのにえれえ手間とコストがかかるので,で、ねはい、まあでも民主党政権時代ねやんばダム中止したりとかね、はい、こういう大型公共事業全部見直された ないですかまあそのせいでね長野の洪水もあったんじゃないかとか雑談宣言のせいでねまああれ民主党じゃなくて田中康夫知事ですけどまあいろいろ言われております今回も科学的な検証が必要だと思いますねこの件についてははねいいまあずれにしても今後も全国的に心配ですもんね。これが連続して起こるようであればダム作っても全然まあコスパコスパって言い方は失礼かもしれませんけどコスパ合うと思うんでまあちょっと知ってもいいますよね。

今朝もいろいろニュースが入ってきています熊本鹿児島両県を襲った豪雨から一夜明けた昨日熊本県南部で被害が次々と明らかになり死者は合わせて22人になりました昨日朝の時点で県内およそ50箇所で集落が孤立状態にあります川の氾濫で浸水し14人が心肺停止となった熊村の特別養護老人ホームからは入居していた残りの51人が医療機関に搬送されました 国土交通省によりますと氾濫や決壊が相次いだ熊川流域で合わせて6100戸が浸水、えー、ということになってますねい大変な被害ですよ、ね、そうですはい。で、これ毎年のように来てるのがまたね、はい、非常にあの問題でして、えー、なんかその線状降水帯でしょ。たっけなんかもうあの常連になっちゃいましたねこのねでももうこれ来るっていう前提でやっぱり考えなきゃいけないんですけど、はいまあ、熊本県知事はですね、えー、ダムに頼らない治水とか言ってるみたいなんですが、はい まあ治水ってものを考えてダムという手段を排除せずにですねご検討いただいた方がいいんじゃないかなと私は思いますよ。 そして気象庁によりますと梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため明日7日の夜にかけて再び警報級の大雨となる恐れがあります今日午後6時までの予想24時間の雨量ですが熊本鹿児島宮崎多いところで250ミリ熊川流域の被災地少しの雨でも災害が発生する可能性があり注意を呼びかけていますこれ今ラジオ機の方の中でもですね、はい、これ決して人事と,と思わないで そうですね。どこでも起こり得ることなんですよね。です、ねえー、ですから、まあ、今あの、えー、レベル1からレベル5っていうのがね、はいえー、ありまして、はい、まあこの大雨の特別警報っていうのもレベル5で、はい、まあこれも災害が発生し ますよってもう起きてますよっていう状況でその前に避難をしないと厳しい状況なんですよね。あんまりこういうのちょっとあの面白いこと言うのもなんですけども機関車トーマスですよね事故が起こる事故が起こる事故が起こるよみたいなのがレベル5ということですね。のそうですね。1個前のレベル4の時からもう避難指示が出ますんでねそのあたりでもう動き始めてなきゃいけないっていうのを改めて認識しておく必要があります。 あると思うんですねまあ日本の川っていうのは海外の基準でいうとほとんど滝ですからね。はいはあ ね非常に急峻な地形が多いですね。降ったらすぐにもどんとこう水がね下に流れてくるという意味はもう日本の川ってのは基本的に滝でまや熊がに日本三大急流の一つですからね。で地水をしないとどうなるかというとね漫画日本昔話ですよおじいさんとおばあさんは山に住んでいますみたいな山にしか住めなくなっちゃうんですよ治水をしないとねで江戸時代ぐらいからまああの戦国時代江戸時代にかけてあのまあ地水がかなり日本全国で盛んになってですね今まで人が住めなかった 平野部に人が住めるようになったんですよね。はい、江戸の町ってのはまさに、その治水の成果、<い>あの利根川のね。 ですね変えてですね工事変えたんです江戸時代に変えたんですよ江戸時代になってからそれで江戸の町は水害をある程度免れてですね発展をするわけですよそれまで関東平野っていうのはもう川が暴れまくってね危なくて住めなかったんですだからみんな青梅に住んでたんですよはあえあのね常念さんのふるさと私のふるさと青梅に青梅は昔ね調布村と言われてましたけれども蘇葉町の時代から人が住んでたということなんですよ市市っってていいうのはだから僕聞たに え、調布村青梅じゃないのと何してもパクリッと持って,思ってますけど、はい、東京調布市ありますがねだから治水をちゃんとやらないとその時代に戻ってしまうとういうことをね頭に入れとておいた方がいいんですよね、えー、だから熊本県知事もソリューションスペースからダムを外すっていうことはちょっとやめてですね、はい、治水をするというふうに頭を切り替えてもらった方がいいんじゃないかなと私は思いますけどねさあそれではここからは常念さんにこのテーマで話を聞きます東京都知事選挙小池百合子氏が圧勝 東京都知事選挙、昨日投開票され現職の小池百合子氏が、えー、366万1371票を獲得し再選を果たしました情勢の調査では小池百合子氏の優勢伝えられていましたが、まあ、今回の結果、城、え、根、ー、さん、改めていかがでしょうかいやもう本当にね、はい、自民党の不先輩ですねはーはー自民党公明党、与党の不先輩という、えー、要素が非常に。 強いいと思います、はい、あのやっぱりあの今までの選挙振り返ってもらってもねやっぱその与党分裂状態で戦ってそれで選挙盛り上がってたわけじゃないですか、はい、で今回小池さん無所属で出てで、えー、自民党公明党はまあ自主投票ということで、まあ、逃げちゃいましたよね、はい、候補者も立てず、えー、で自民党東京都連が、ね、根性を見せて小野さんに乗るかなと思ったら乗りませんでしたよね、はい、まあ結果的にはもうあの小池圧勝と、はい、まあ後々のこと考えてみんな喧嘩しないということになったんじゃないかな 先にちょっとこんなこと言うのもなんなんですけど、ええ、小池さん任期満了するまでやる気ですかね。そこなんですよね。あの、ええ、まあ、今私の手元にですね、はいはい、ある本の広告があるんですけどね。えええー、文芸春秋社、はい、女帝、小池百合子っていう本なんですけど。はい、<laughs> この本をベースに考えるとですね、まあ、彼女は未来の。 日本初の女性総理を目指しているということですので、えーえー、どこかのタイミングで国政に転出するかもしれませんよね。はい、というのもですね、まあ、過去ですよ、はいえー、4年前に崖から飛び降りる覚悟で えっとねそれで都知事選に出ました二百九十一万票取りましたで三年前都議選がありました都民ファーストの会で第第一会派になりましたで三年前衆議院選挙があって希望の党を立ち上げたんですよねそこで候補者調査で排除という発言をした衆議院官衆議院選乾杯しましたで希望の党の代表辞任したこういう流れがありますそうですそうなんですはいでどうもなんかねちょっと小池さんというのはこのまあ ええー、助言を読む限りですよ。はい、まあ利用できるものはすべて利用してですね。はい、ええー、利用できなくなったら切り捨てるというですね。ええ、もうその恐ろしくこの、えー、マキアレベリストのようなマキアレベリストというまあ評価が正しいのかどうかわかんないですけど、ええ、まあ本当にドライにですね。ええ、まあそういうこう周り切り捨ててここ、ええ、まで来た人なんですよね。ええ、でもその度ごとにそのこう自分の居場所というか隙間を探すのがすごく上手で、ええ、まあ今回も上手いことやりましたよね。自民党与党を脅しつけてですね、ええ、もし対決のあれば全力で戦わざるを得ないみたいな感じで。 自分の武力をちらつかせですね、はい、最終的に相手を先輩に ええまあ追い込むとでまあこれで自分の主導権ですよね果たしてじゃあここで彼女この先どういう展開するのかもう都知事には興味ないでしょうこれ圧勝したから勝つことに多分目的があったと思うんでこの後ないですよね二期目の課題とか言われてますけど一期目だって課題ほとんど解決してないですしもう都知事の仕事そのものにやる気ないんじゃないかなとまあこのこの本を読む限りですよ私は思いますので昨日のですねこれテレビの質問に対する小池さんの答えをご紹介すると国政そのもの のに関わりどうするんだという質問が出たんです。はいはい、衆議院の解散総選挙が取りざたされている。まあ、前回希望の党を立ち上げた自身の転身含めてどうかという質問を、はい、えー、各州がつく質問ですね。そうなんです。はい、そしたらどういう答えかというと、はい、首都東京この4年間、死活的に重要な都市ですと、オリンピック、パラリンピック、コロナ対策しっかりと努めていきたいえ。国の方にはいろいろ協力いただき、え首都、東京の役割をしっかりと果たしていきたい。 ほーま、だから答えは避けてるんですね避けてますねてないですね。えー、そうなんですで彼女もし4年やっちゃうと今年齢的に確か,っと 67, でか、ね、67か、はい、4年やっちゃうともう70超えてしまうので、はい、ちょっと総理候補としても厳しくなってくるので、はい、やっぱりここの4年間勝負でしょう、はい、どっかでなんかするんじゃないかなという気はしますが、えーはい、ちなみにですけど、えー、この女帝小池百合子今日ね えー、読売新聞に前後段広告が出てこな、はい、おりまして、はい、あ前後段っていうかなえっ、ー、とまあ一番下のところでこれ前後段でいいんですよね、はい、5, 段5段目全部ってことですからね東京の日本の将来を彼女に任せて大丈夫かと <laughs> あ<ー> <laughs> このコ,コピーが「芦屋霊城破天荒な父謎の回路時代男性政治家との熱愛そして復讐、はい、誰にも知られたくなかった数奇な反省を100人を超える証言と3年半の綿密な取材で描きき切った 傑作ノンフィクションということでこの石井妙子さんの傑作を僕も読みましたけど、はい、すごい内容でしたすと、えー、林真理子先生がね推薦文寄せてて「はい、娘版砂の器だ」<ー>ね、えー、すごい竜知州出てきちゃうみたいな。はい <laughs> 加藤豪が本当女加藤豪みたいな別に加藤豪さんが砂の内をってわけじゃないんですけどそんな感じどうなるのかとこの先砂の内はどこまで行くんだというでもあの絵が最後、挫折しちゃいますからねそれを含めて林先生言ってるのかもしれないと思いましかし今回の都知事選挙はですね22人が立候補してそして野党は自主投票を決めた国民民主党内で支持も分かれましたし3つの陣営が入り乱れる構図となりました。 yeah <laughs> えーまあ、今回、これ、もう一回まとめると、うん、まあこの構図に持ち込んだ小池さんの勝ちですよ、彼女はこの状況に,にうまく持ち込みましたよね、はい、有力候補が出ない状況で、野党とか、まあ、自分以外は全員顔見せ工業みたいな、はい、そういう状態に持っていくと、ほら、もう真剣にあのこの政治やろうとしてるは、誰だか分かるでしょう、はい、ということですよね今後のです、ね、この都知事選の後の政治の動きなんですが、はい、今年9月に内閣改造 とか自民党の役員自治があるのではないかとかね解散総選挙の噂もあったりしますので、えー、ここでやっぱり女手は 女帝は何か動くんじゃないですか女帝を中心に政局を回すつもりなんじゃないですかあとは臨時国会招集がなされるのかどうかですねそれもありますね11月にアメリカ大統領選挙がありまして来年になると1月通常国会招集されて7月都議会任期満了なんですね都議会議員選挙ねこれは公明党が最も力を入れている選挙ですねで7月から9月えっとが東京オリンピックパラリンピックこれも開催できるのかどうかそうなのかねまだありますね9月には自民 党総裁任期満了ですから10月には衆議院議員の任期満了を迎えるとこういう動きになってどっかで絶対選挙あるじゃないですかはい来年になったらもうやれる時期がオリンピックあるので限られているのでやるとしたら秋しかないっていうね消去法で言われていて小池さん、だからまあここで当選しても秋にいきなりやめちゃうのと年みたいな。いいやでもわかんな何するかわかんない人ですからそれでいけるなら行っちゃうっていうものすごいオポチュニストですからね何が出るかわかんないと思いますよね。 今回のこの都知事選挙の結果からもですね、はい、まあ野党の体制っていうのがこの整う前が有利なんじゃないかっていうふうにおそらく与党は思うはずなんですよね。ねうそうなっていくとどうすどうするのか。ただ、ね、まあかわい 夫婦のですね、はい、この議員の問題もありますし、コロナもあるし新型コロナウイルスもありますしす、ねはいえ、解散なんかしてる場合かっていう意見もありますしね,ね。私でも聞く限りね、はい、あの十万円の給付がまだ、えー、と都心を中心に。 あの完了ししてないでしょ、はい、それからあとあのマスクの件もね、えー、まあ結構、国民の恨みをね買いましたよね、はい、だそういうちょっと下手を打ってしまったので、えー、あのすんなりそのまあ与党支持ね、ね無責任野党だから入れられないってことになるかというと、はい、そうでもないとは。 思うんですよねまただ、10万円行き届いてちょっと景気でもよくなればまた状況変わりますからね、まあなんとも言えないですけど、でも解散風はものすごい勢いで吹いていると、今ね、今ねこれは間違いないので、まああの各陣へ引き締めに走ってるんじゃないですか、まあ引き締めた割には大して票取れなかったですね、野党は今回ねあの野元候補2人合わせてもらって、全然、もう8にも五にもかかってないじゃないですかそうですねまあですから、解散の時期はもう限られてきてますからね。 どうなっていくのか。そうですね。国政絡みで都政も動くという、ねはい、まあ小池さん一人がリンクしてるわけですけど、えー、都民にとってはいい迷惑ですね。はい、まあでもまあ近々都知事選あるかもしれないから、ね、はい、皆さんあの選び直しのチャンスよ。はい。上、はい、年司さんでした。